風について、文化祭について。おはよう。コナちゃん、おはよう。今日も暑いね。ああ、おかげで目が覚めちゃったよ。昨日まで台風で涼しかったのにさ。そうね、台風一過、雲も吹き飛ばされてるから日差しが強いのよね。そういえば今年は台風一過だけに回数多かったよね。兄弟たくさんうまいわね。あ、そういえばお姉ちゃん、今日の帰りスーパー寄って行ってもいい？いいけど何か買うの？卵切らしちゃってるから買ってきてってお母さんが。なるほど、わかった。ねえ、鏡。あ？ああ、ごめん。何？ちょっと聞きたいんだけど、さっきのうまいって何が？さっきって…念のために聞いとくと、台風一家のネタは冗談よね。本気で一つの家族の一家だとは思ってないわよね。ん？そうですね、引き締まる感じがします。私も気を引き締めなくっちゃ。だるーん。もうコナちゃんも。私はいいよ、めんどくさい。おらみんな席につけ。あみんな夏休みは楽しく過ごしたか？しかしよ、いつまでも休み気分でおらんと気引き締めて勉学に励むようにな。ええー、な。はい先生。おう泉、なんや。髪の毛ボサボサでそんなこと言われても、というか一番休み気分でいた先生に言われても説得力がありません。よし、昨日の夜お前が寝とけて連れ回してくれたんが悪いんやろが。でも私はちゃんと来てるし。珍しく遅刻せんかったと思っていきなり寄ってからに。ほな、みんな気ぃつけて帰り。先生、明日のホームルームなんですけど。おう、どないすんねん。今年の文化祭についての話をしようかと思うのですが。おお、そういや文化祭なんてもんもあったか。なんか出し物するんか？私としましては、せっかくですからクラス全員で思い出になるようなことがしたいのですが。文化祭のセオリーちゅうったら、やっぱ喫茶店とかかな。喫茶店か。なんや泉、お前確かそういう店でバイトしとったんちゃうんか？だからですよ、学校でも同じことしてたらめんどくさいじゃないですか。うわ、ぬる。お前ほんま趣味以外のことに興味ないんやな。物臭なこっちゃ。そういえば喫茶店だけではなくて、たこ焼き屋さんとか焼きそば屋さんとかも定番ですよね。ああ、うちはビールとかつまみがありゃええんやけどな。ま、無理か。なんか食べ物のネタばっかり。文化祭の文化ってのはどこにあるんでしょうね。差し詰め食文化といったところでしょうか。なるほど、それよな。え、冗談だったんですけど。まあそれ以外としたら、お化け屋敷やらプラネタリウムやらかな。でもせっかくの文化祭ですから、少ししっかりとしたものをやってみるのもいいかもしれませんね。ほう、例えば？班ごとに分かれて各時代ごとの文化を調べて、それを展示発表するとか。せっかくうちのクラスは世界史の黒井先生が担任であることですし。うわ、つまんなそう。もしかすると本来はそうあるべきなんかもしれへんけど。しかし、なんちゅうクソつまらん出しもんや。かーん。
してなんと今日はゆたかもいるんだよ。こんばんは。おーゆーちゃん久しぶりだね。うん久しぶりだね。こなたお姉ちゃん、まあ堅苦しい挨拶はいいからさ、姉さんみたいに好きなだけくつろいでよ。ありがとう。あーゆたか、私ビールね。お姉ちゃん冷蔵庫勝手に開けていいし、これくらい好きにくつろいでもいいんだよ。でもいいんだってば。ところで今日はどうかしたの？その私こなたお姉ちゃんと同じ療養を受けようと思って。おーそっか、ゆうちゃん頭いいもんね。いいけどさ、それ自分に対しての褒め言葉にもなってるよね。なるほど、それで先輩の私のアドバイスをということなのだね。うん、そっか。それにしてもゆうちゃんももう受験生か、勉強大変でしょ。そんなことないよ、疑問があればその日のうちに解決するようにしてるし。あ、疑問といえば私も今日ちょっとした疑問が湧いたんだよ。あ、何？友達と台風について話してたんだけど、その年に来た台風を家族と見立てて台風一過っていうのかと思ってたんだけど、それって違うのかな？こうなかばっかで、一過だけに一度に複数来た台風のことでしょ。そんなの常識じゃん。お姉ちゃんそれ違う、通り過ぎることを一過って言うんだよ。うわ、姉としての威厳が、先輩としての威厳が。